はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えーとですね、結構これね、えー、深刻な記事です。はい。えー、中村のね、クリニックさんが、あ、なんかね、えー、とあるね、えー、師から手紙をもらったみたいですね。その手紙の中にとんでもないことが書かれていました。皆さんも知ってると思いますけど、もう何人かね、例のお狂ったね、 牛さんの矢の前にね、かかられてる方が日本でいますよっていうことは、あ皆さん知ってると思います。はい、えー。今回ね、どうやらその手紙の中にはね、そういった狂ったね、牛さんですね。狂った牛さんのね、矢の前です。はい。えー、そちらの変形タイプですね。変形タイプのことが、いろいろと、何て言うのかな。経験というかね、 えー、章の例々を交えて、えー、書かれています。これね、多分全文掲載してると思います。皆さん見に行ってください。えー、まあ、とんでもないですね。はい。えー、まあ、例のね、フレームレアのね、えー、ケーキですね。あちらのケーキをどうやらバックンバックンいっぱい食べてしまった人に起きているようです。でね、まあ、 最初ですね。最初はどうやら記憶障害から始まるみたいですね。記憶障害。はい。えー、いわゆるね、10秒前のことを思い出せないとか、はいえ。そういうことからどうやら始まっているみたいです。それでね、まあ、あの、手足がね、なんかこう、動かなくなっちゃうとかね。はい。えー、まあ、なんていうか、震えがあるとかね。 まあ、そういったところから、あのー、今日、狂ったね。はい。狂ったあ牛さんのね、えー。矢の前に似た症状がいっぱい出てるみたいですね。えー、まあ。これね、いろいろありますからね、噂はね。はい。いろいろ噂は出ております。はい。しかしね、こうやって、えー、お一人のね、 お医者様のね、医師のね、報告。はい、報告ですね。章の例令報告ですね。を見てみると、観察してみると、どうやら、あこれ間違いないようですね。はい、えー、まあ、でのトックストックスをやってない方。まあ、急いでやった方がいいですね。ええー、まあ、大変なことになると思いますよ、今後。はい。 えー、まあね、なんか、竜のまちまちとね、似たような症状が出るのは知ってますけど、それ以外にもね、脳ですね、脳。はい。えー、結構脳に来るっていうのはね、えー、きついものがあります。はい。えー、まあ、物忘れって言っても、なんていうのかな、ひど、物忘れがひどくなると言ってもね、限度がありますからね、やっぱりね。えー、こんな風な物忘れだと、 もう社会におけるね、えー、性の活がね、はい、営めなくなります。はい、えー、まあね、10秒前、20秒前のことを忘れてしまう。これはもうね、えー、多分支障をきたしますね。はい、社会生活に今、支障をきたしますね。えー、で、まあ気になってることがね、 えー、まあ、年がね、お若い方もね、これをパックンパックン食べているということなんですよ。えー、どうなってしまうんでしょうかっていうことをね、えー、この方は心配しておりました。まあ,あ、聞きますよね。学校の成績がよく下がったっていう話は、あかなり前から聞いてます。はい。 いわゆるね、あのー、記憶力が悪くなって、えー、覚えていられないと。はい、暗記ができないと。はい、えー、学業がね、えー、もうままならなくなっていると。そういうこともね、あのー、結構聞いてますよね。塾の先生とかからね。はい、えー、まあねー、これもどうなることやらです。はい、えー、まあ、本当にね、デトックスしか方法ないんで、 えー、もうね、食べてる人も食べてない人もね。えー、なのでね、もう、他に方法がないんですよ。はい。なのでね、皆さん本当何回もす口酸っぱく言うようですけど、デトックスをお願いいたします。えー、特にね、食べた方はね、はい。えー、まあ、よろしくお願いします。こちらのね、生地もぺったんこってしておきますので、えー、皆さんどうぞ見に行ってください。 よろしくお願いいたします。沖縄パパでした。あ、はいみきさゃーん。あにゃーん。ね